築城八百年祭っていうのが今から20年前ですかね、要するに岡城太鼓というのを最初にちょうど城跡を復元してですね、それでお城を作って、でその時に岡城太鼓一回もう岡城太鼓皆さん年いったんで、もうそれでちょっと岡城太鼓はもうダメだったんで、後でもう一回じゃあやろうかってことで作ったのが清流太鼓。清流太鼓の清流っていうのは川の流れが両方通ってますけど、清らかな流れということで一応清流太鼓という名前つけました。それでは今岡城ですから、そのところどころに合わせて今日は岡城ですから工場の月とかを演奏したいですね。出演太鼓っていうのは昔そのお城を作った時にですね、出演太鼓、それから勝利太鼓、それから祝い太鼓という、3つの曲目を最初作ったのが最初なんですけど、それからもう数十年は言ってないんですけど、何十年か経って、当時そうですね、私も30代だったのがもう今70を過ぎましたんで、頑張って今後輩がなんとやっております。もうそれこそ太鼓の好きな人にかけて、好きな子が入ってくるから一緒にやればっていうことで、自分からお年寄りまで入ってる太鼓チームです。英語で聞けパターン。オッケー。
あ、一、二、三、四、五、六。Nanti kan kalian bisa berair moyo malam. Guys, kalau ada alam moyo. Ini ini sang dari mana? Handai handai. Ah, handai. Alam. Atashi tsu ga na. Atashi tsu ne. Aku sih udah mau sore. Titi ga. Ai, nanti.